軍師供養、それがお前のいた隊の指揮官か。血濡れの鬼か。有名人だな。今じゃ生き残りを探すのも難しいぜ。ってなんだ、ジロジロ見てんじゃねえ。この体珍しいか。カラクリと言ってな、私が研究している体の中に人の魂を封じてある中身。そういうことでよろしく頼むぜ。しかし横浜以前のことは本当に何も。そうか、軍師供養に。よ、状況からしてそれは十中八九10年前、世界中に鬼があふれ、人の世は半ば壊滅状態となった。我々は大間が時とよ。その際に北から押し寄せる鬼を迎え撃った最初の、つまりお前は10年の時間を飛び越えてここに来てしまう。仮にそれが本当だとして、何だってそんなこと。鬼門に飲み込まれた者は時の迷子となって別の時間に流される、そういう話を昔聞いたことがある。お前が飲み込まれた空の穴はおそらく鬼の開いた鬼門だろう。鬼には時間の垣根がなく、過去現在未来を行き来するという。奴らが移動の際に開く鬼門はあらゆる時間に通じている可能性がある。わずかだがな、ここでは方向者と呼ばれているらしい。話がキテレツすぎてついてけねえや。似たような話は以前からある。かつて大陸の方で数百人の兵士が一度に失踪するという事件が、夕餉を焚く火を残したまま兵士たちはどこを探しても兵士は見つからず、人々は神隠しだ。それから10年後、近くの村の広場に突如一人に。調べると彼は消えた兵士の一人で、10年前とも解放され目覚めた彼は真っ先にこう言ったそうだ。自分の夕餉はどこだと。そりゃ浦島太郎もびっくりだ。遥か昔からこの世界には人知の及ばない何かが潜む。その何かと秘密裏に戦うのが我々モノノフだったが、その体は。なんだ、どうなってる。これは。私を見ろ。お前はここにいる。他のどこにもいない。私がそれを知っている。私を信じろ。私がここにいるようにお前もここにいると信じろ。どうなってんだ。おい博士、何か知ってるなら説明しろ。私にもわだが、こいつは本来ここに、この世界にとっては異物、それを弾こうとする力が働くのかもしれん。なんだそりゃ、また別の時間に流されるかもな。それは時間を超えた代償、呪いだ。そのままではどうかといって、元の時代に戻るのは不可能に近い。お前が所属していた隊もおそらく現存していない。横浜で戦ったモノノフは全滅した。生き残った者はほとんど。それでも過去との接点を求め失った記憶を探すならそれもいい。だが過去ではなく未来を求めるなら、ここで私の助手として働く気はない。お前はいつどこに流されるかわからない。だがこの世界との関わりを深めれば、あるいはそれを止められるかもしれん。取引だ。私はお前の呪いを。その代わりお前は、お前が何者かは問わない。お前の意志が、お前の、私の助手をしながらこの世界で生きてみろ。では助手をしながら考えろ。時間はいくらでもある。やめとけ。骨の髄までした。じゃあこいつが消えるまで放置するか。誰もそうは言ってねえ。決まりだな。今日からお前、助手一号は時継ぐだ。仲良くしてやれ。誰が一号だ。ったく
どうなっても知らねえぞ。こいつは人をこき使う天才だ。好き勝手されねえように気をつけろよ。さっき目覚めた空き家を覚えてるか？あれをお前にやる。自宅として明日から忙しくなる。今日はそこでゆっくり休め。ようこそ我がからくり研究所に。記憶をなくしたか、我が使い手よ。哀れな。それがお前の背負った宿命なら、せめて私が記憶しよう。願わくば今度は私は源の義経。お前が鬼打つ者のふと共に歩む者なり。おい、消えてねえだろうな。邪魔するぞ。無事みてえだな。よく眠れたか？早速だが、今日から働いてもらう。お前の体を考えるとあまり悠長。まずは里の正式なもののふになれ。呪いを解くには人と交わってこの世界との結びつきを持つことが必要。意味不明だな。とにかく里のお偉いさんに会いに行くぞ。普通はお頭に挨拶するが、この里のお頭は2年前に死んで以来空席だ。代わりに神垣の巫女が里を仕切ってる。つってもまだガキだ。実権は2人の討伐隊長が握ってる。近衛部隊と侍部隊対立してる。ちょうどこれから謁見式だ。神垣の巫女のいる岩宿に行くぜ。人混みはすかん。ここから先は時継ぐと二人で、私は鬼の手で後から合流する。後から合流？ああ、それと岩宿に行く前に時継ぐに里を案内してもらえ。これから物の譜になるんだ。使う施設ぐらい知っておけ。特に御霊の扱い方は念入りに聞いておけ。記憶がない以上一からやり直しだ。じゃあしっかりな。相変わらずの俺様野郎だな。まあそういうわけだ。里の探検。